スピノザのマヤザ。本当にあのおじいさん大丈夫なのかな。まだ気になるの？そりゃそうだよ、信じられるわけないじゃん。彼の目は真剣でした。完全に信じることができなくても罪を償おうとしている姿勢は認めてあげてもいいと思いますよ。監視もついているし、きっと大丈夫よ。っていうか、もう信じるしかないじゃん。任せちゃったんだから。そうですね。今は信じてあげてください。もう。教会の中にパッセージリ。わかりません。ただ教会にはザレッフォ火山につながる通路、そんな話があるくらいですから。とにかく探。何？とにかく探すって。とにかく探すのは結構辛いぜ。モース。うわ、モース。どうしよう。セフィロトをさ。ああ、ユリアシティから報告。パッセージリ。お。あの扉の先にありますぞ。一本道です。バン先生はどうし。ふん。やつは監視者としての職務を放棄して六人称。オラクルの姿もあ。半数以上がバンの元に。いまいましい。おかげでこちらはオラクル騎士団の再編成で。モース教えてくれた、もういいやつやん。そうそう、パッセージリングへ続く部屋はせいぜい。偉そうやなこいつ。まあ感じの悪い。まあまあ、平和条約締結で戦争を起こすのが難しくなったから機嫌が。邪魔されないだけマシ。ええ、彼はスコアを遵守した。大陸を崩落させてレプリカ世界を作ろうとしているバンとは。だから僕たち先生か。ティア。一本道、一本道、どっから行くんだ一本道。なんか不気味。なんか気持ち悪いな、突っかかってこないモースってのも。ああ。なんか裏がありそうで薄気味悪い。まあ、イオン様の言われた通り、彼の目的はスコアを守ることですからね。今の我々に敵対する理由はないのでしょう。なら通路の詳しい場所教えてくれてもいいのに。まあ、あのおっさんのささやかな抵抗なんだろうな。ちゃ、手間かけさせるなっつーの。いや、イオンが言ったら教えてくれるだろ。通路どこっつってから。てかイオン知ってるだろ。あ、早い、すぐ着いた。ああ簡単。この部屋にパッセージリングへ続く隠し。そうね、一本道。うん、一本道。こんなところに隠し通路が。しかし、なんでモースはここを知っていて、イオンは知ら。おそらく、オリジナルの同士は知って。よし。完全にアニス棒読みやったけど。知ってただろう、アニス。あ、この婦人に入ったらいけるんじゃ。アニス。な。あなたはここを知って。本当です。知りません。全然知りません。それより、嘘くせ。うん、まあ。ここは何かの研究をしてるみたいだな。暑そうだ。モースのものでしょうか、こんなとこ。そんなことよりパッセージリングはどこなんでしょう。アニス、あまり怪しすぎると突っ込んで話を聞きたくなります。この行ってみよう。おお、これ上に上がれそう。上に上がれる。こっから来たんだ。反対側になんかあるの。行ってみたい。行ってみたいぞ。何もない。じゃあイオン、ここを頼むよ。パッセージリング発見。はい。イオン様、扉を開放するた。
いいんですけど。ごめんな、イオン。いいえ、お役に立てて。でもレプリカからレプリカは作れんのかな。それはダメなの。やっぱり遺跡の中でも暑い。イオン。はい。こんなとことっとと終わらせよ。なんですか。やれやれ。まあいい。そうだな。よし、来たぞ。長かった、ここも。おお、あと2つかな。体はだ、え、薬が効いて。うん、分かってる。早い。次はロニール切断。そうですが、その前に一度ベルケントに戻って、それ以下で正気の処理について答えが出。そうだね、早くここを離れよ。やれやれ、アニスは最後まで挙動。どうしたね、アニスさん。アニスちゃん、ご乱心。へんてこなものがいっぱいだね。まったく、へんてこなのはあなたですよ、アニス。あまり挙動不審だと、本当に詳しい話を聞かせてもらいますよ。挙動ってなんかないですもん。ま、いいでしょう。話せるようになったら話してもらいますからね。隠してることなんてきっと体重だけですから。アニスちゃん超ガラス張り、ある意味開放的な人生の曲がり角まっしぐらですから、おそらく確定で隠してませんから。やれやれ。順調すぎて。ここまでは順調にことを運べていますわね。あまりにも兄が動きを見せないのがかえって不安だわ。バンと違ってこちらにはアルビオールがあるので動きを追い切れていないのかもしれませんね。今までのグランツ幼少の活動を考えると、それは楽観しすぎですね。それはこれから彼の妨害が始まるということですの。六人称すら姿を見せないことから考えると、そう考えてもおかしくないでしょう。次のセフィロとロニール切断では彼らが妨害してくるとかもしれませんね。もちろん杞憂であればいいのですが。恐怖、ディストの呪い。急にガートのパッセージリングは比較的楽だったよな。たまにはこういうのがあってもいいよな。いや、楽やった。だけど後でドーンとしっぺ返し来るかもよ。しっぺ返しってどんなのだよ。ルークのお腹の腹筋に顔が現れるとか。アホか、わかんないじゃん。ルークが生まれた技術ってあの大佐が作ったものだろ。よせよ、変なこと言うなよ。どうする、お腹にディストの顔とか出てきたら。それはマジきついな。そうなったらあなたとは一生口を聞かないと思います。ああ、ジェードとディストってどんな因縁があったんだ。ただの幼馴染にしては。ピオニー陛下とは割と仲良さそうなのにね。ネビリム先生絡みなのかな。なんか言った。なんでもないよ。さすがはバルフォア博士じゃ。あれならうまくいくかもしれん。スピノザーってことは正気は。いえ、中和ではなく隔離する。どういうこと。外郭大地とクリフォトの間にはディバイディングラインという力場が。そうですね、ティア。ええ、セフィロトツリーによる浮力の発生地帯です。正確にはディバイディングラインの浮力が星の引力との。外郭大地が降下するということは引力との均衡。降下が始まるとディバイディングラインは下方向へ。それが膜になって正気を覆い大地の下、つまり近くに押し戻。でもそれだと正気は消えないよな。正気が近くで発生しているならクリフォトに正気が溢れるのはセフィロトが開いているからで。外角の降下後パッセージリングを前提視すれば
セフィロトが閉じて正気は外に出てこなくなる。あ、近くの振動は停止しているから液状化していた大地は急速に固まり始め、だからセフィロトを閉じても大陸は飲み込まれないのですね。すっげえじゃ。これを思いついたのが物理学専門のわしではなくあんただと。そうは言っても専門家に検証してもらわなければ確証は。これであとはロニール切断のセフィロトをどうにか。出発の前に。ならその間にティアはもう一度。ええ、時間がかかると思うから。じゃあ明日宿の前。ティアの体が心配。全部の問題が解決されそうだけど、やっぱティアの体が心配だよ。そうだな、彼女のことだから今も結構無理してるんじゃないかな。心配ですの。本当はもう無理はさせたくないんだけど。彼女にそんなこと言ったら怒られちまうだろうな。ミュー。発生時リングの作業が終わったらティアの体を完全に治す方法を探そう。ああ、そうしよう。ああ、いいことやな。そっから第二の物語が始まっていく。何？なんだよ。なんだよ。ティアが危ないのか？ティアがいなくな。あれ？は。研究所の人の話だと、ポニミンの採取隊と港の方。スピノザを訪ねてきたアッシュも一緒に。アッシュまで？それと、か。これ裏切りますか？ワイオン教室で取れる鉱石です。ってことは、ティアはワイオン。そう。追いかける。ティアの行方。ティアのやつ一体どうしたんだ。アッシュも一緒に行ったそうですわね。そういえばメジオラ高原以来彼女何か考え込んでたな。そうですわね。リグレットに会ってから少し上の空の時がありましたわね。それにしてもティアとアッシュが向かったですか。ワイオン教窟に何があるって言うんだ。今までの彼女を見てるとこういう衝動的な行動を取るときはいつも。あ、バン先生か。急いだ方が良さそうですね。危ないぞ、危険だ。うえー、来たぞー。おー、オラクル。もう敵にしか見えんのよね、オラクルのやつらは。アッシュ教師。いや、レプリカ。レプリカ言うな。バン総長は通せとおっしゃって。了解。バン、どういうことだ。言葉の通りだ。ティアたち、ここは見逃してやる。すんなり。バン総長閣下のご意志。どうせお前たちはロニール切断へ。やっぱ最後は雪国なんだよ。ティアたちが心配ですわ。雪国が最後はいいんやろうな。オラクルは何よ。オラクルはこんなところにいたんだね。引き上げるところみたいでしたが、必要なものを持ち去って別のところに行くみたいだな。追っかけた方がいいんじゃない。 いえ、今はティアが心配です。リグレットの話だとバンと奥にいるようですし。ああ、急ごう。でも一応ね、妹やけ殺されることはないけどね。それだけは安心っちゃ安心やな。ここはあの時。アッシュ、どうした。いいえ。あ、大丈夫か。お前案外。お、どうした。アッシュだったらいいのになみたいな。いえ、何でもありません。いや、さあ着いた。うお、やられてる。兄さん、やめて。アッシュ、迎えが来たようだ。もう行きなさい。兄さん、このまま続ければ兄さんの体だって正気でボロボロ。それは些細なことだ。私は人類がユリアのスコアから解放され生き残る道筋がつくなら。そ、先生たちは。こいつらはベルケンドを放棄して新しいホミクリーの研究場所へ。先生、どうしてレプリカ世界にこだ。
フォミクリーは大量のセブンスフォニムを消費する。この星全体をレプリカ化するには世界中のセブンスフォニムをかき集めても足りませんよ。こいつは近くの莫大なセブンスフォニムを俺らを利用、近くの振動が激しくなればプラネットストームが強まりセブンスフォニムの、お前たちはそれを止めて、だから近くの静止を嫌がったら、フォミクリーは不完全です。しくじればすぐに消滅するようなレプリカが誕生、それはセブンスフォニムがレプリカから乖離するために起きる。乖離を止めればレプリカは消え、無理です。そもそもフォニムは同じ属性同士で引き合う。セブンスフォニムも同じだ。物質から乖離してプラネットストームへ、セブンスフォニムの集合体であるローレライを消滅させるのよ。すると余剰セブンスフォニムが、引き合うセブンスフォニムがないから乖離、スコアはセブンスフォニムがなければ読め、世界からスコアは消え、レプリカも消滅しなくなる。兄さんはそのためにルークを、これは出来損ないでは無理だ。アッシュでなければ。総長閣下、資料、私にはお前が必要だ。アブソーブゲートで、兄さん待って、お前とは戦いたくはなかった。残念だよ、召してやりか。行くぞ、逃がすか無茶。やっぱりいなくなった。どこへ行きま、俺には時間がない。ボロボロじゃん。僕たちも一度待って、ええ、ここならシェリダン、あの子も連れて行ってほ、そっか、ここ誰も来な、わかった。いいね、パッと行くの。こんなにアビスが移動が多いなんてね。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録をした？うん、したしたした。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。